はい、皆さんこんにちは。あつおです。今日はですね、東京で、若杉君と2人でセミナーをやった時のね、模様をお送りしたいと思います。セミナーでのね、りょう君の話がすごい良かったので、そちらをアップしたいと思います。ぜひ見てください。バイバーイ。そうです。今日はデジタルハリウッドでセミナーやります。では、年齢とか国籍とか聞かれないんですよ、面接で。だから正直海外に出るっていうので、なんか、あ、もうなんか結構日本でずっと働いてるから、もう全然なんか、なんだろう、20代とかでワーホリも使えないしとかあっても全然関係なかったりとかするんで、そこら辺は結構向こうはいいですね、仕事の環境としては。なんか全然年取ってから全然入ってくる人もいたりとかするし、女の人も多かったりするし、国籍もいろんな国の人がいたりとかするんで、そういう意味では仕事の環境だけ見てもやっぱりちょっとフリーな感じがしてやりやすいです。で、さっきもちょっと話したんですけど、その仕事する上で大事なコミュニケーション力って言ったじゃないですか。で、コミュニケーション力って実はイコール英語力じゃなかったりとかするんで、その英語が喋れてる人でもコミュニケーション力が低い人もいたりするし、逆に英語はちょっとしか喋れないけどコミュニケーション力はある人とかいたりするし、でコミュニケーション力って何だろうって考えたら、その監督と意思疎通ができればいいわけなんで、言ってることが分かんなかったら、いや、わかんないんでもう一回言ってくださいとか、Could you speak slowly とか、それぐらいの一言で、自分なこれのポイントが何なのか分かんなかったら、なんか Why とか言って聞けばいいし、監督に。で、そうやって別に言葉の能力と関係ないじゃないですか。それ言えるかどうか、日本語でもそうですよね。監督とやり取りしてる時に、自分が分かんなかったところを、なんか自分の中で収めるんじゃなくて、なんか、これってどういうことですかとか、なんでこうなるんですかって聞けるかどうかっていうところじゃないですか。それは日本語面も関係ないんで、大事なポイントはそのコミュニケーション力で言葉の力じゃないっていうところだと思います。まあ、別に日本にずっといるっていうのもありだと思うんですけど、英語に関しては勉強した方がいいと思います。特にこの仕事をしてると CG とかってやっぱどうしてもテクノロジーと切っては切り離せないじゃないですか。例えば新しい前の2017年が出たとか、2017年のこのプラグインがいいとか、このホットキーが最近流行っているとか、そういうのってやっぱそういうのってどうしてもやっぱ英語が一番最初に出てくるんですよ。ネットとかで検索してもやっぱなんだろう、最先端の技術とかホットキーとか、まあ、そういう情報についてやっぱ英語で一番最初に出てくるんで、日本語しか喋れなくて Google でいつもそう日本語でしか検索できないってやっぱ情報量がすごい少なくなっちゃうんで、そこはちょっと海外に興味なくても英語を勉強するっていうのはこういう仕事をやっていく上では結構役に立つと思います。やっぱ海外になってくると、今フランスのどこで仕事しているとか、 LA のどこで仕事しているとか、スペインのどこで仕事しているとか、なんかそういうなんか世界規模でこういろいろ情報を得られたりとかできるんで、そういうのはちょっと大きいですよね。やっぱ日本で働いてどうしても同僚がなんか来週からサンフランシスコ仕事するとかあんまないじゃないですか。そういうところはやっぱちょっと海外の大きい面白いところかもしれない。結構落ち込む時とかあるじゃないですか。あ、全然うまくいかないとか。そういう時には、うまくいかないと思っているってことは、この現状に自分が満足しないっていう自分のこの判断力
マックス最高みたいな感じ。俺だけ笑ってんの。仕事で意識していることは、まあ一つ大きいところとしては、自分は毎ショット全部の仕事に目標を持つようにしてるんですよ。多分今回は多分正直面白いない仕事とか簡単な仕事とかもあったりとかするんで、やっぱりそういう時におすすめなのは、あの自分の中で目標を書いて壁に貼っとくこと。やっぱこの簡単な仕事でもやっぱり締め切りに終わらすとか、ワークフローを考えるとか、新しいことを試してみるとか、いろいろやれることあるじゃないですか。だからそういうのを持つっていうこと。日本で仕事しているときもやっぱ同じだと思うんで、多分やりたくないモーションキャプチャーの仕事とかもしかしたらあるかもしれないじゃないですか。でもそこから学ぶことは絶対あると思うんで、自分の中でどうやって意識を持っていくかっていうところで、そこから何か得れるか、それともただの単調な仕事に変わるなっちゃうかっていう大きい違いになると思うんで、こういう仕事を、これを仕事にしたいって見つけられたっていうのは一番ラッキーなことだと思うんですよ。皆さんなんか他の人とか友達とかもいますけど、なんかやりたいことが見つかんないとか言ってずっと普段仕事してる人とかもいるじゃないですか。本当は何がやりたいんだとか分かんない人。でも皆さんとか、まあ、自分も含めてそうですけど、あのやりたいことを見つけてるじゃないですか。だからもうやるしかないっていうところはやっぱラッキーですよね。そういうものがあるっていうことだけでもラッキーだから。なんでかっていうと、その楽しいことを見つけたっていうことは、その長い人生で言ったら、これを仕事にできるってことは、その仕事の大部分が楽しいわけじゃないですか。だからそういう意味ですごいラッキーだと思います。で、あと最後に、あのまあさっき若干繰り返しになっちゃうんですけど、今話の前半部分の英語は最低限勉強しておいて、どういう形であれ損はないと思うんで、おすすめします。はい、そんな感じですかね。そうですね、はい、はい、あの後日あの一人あの入れていただけるということですので、それはあのこちらからまたと思うんで、まあ、アニメーションつけるとしたらポーズとポーズみたいな感じでポーズの連続でやっていくじゃないですか。結局はあのアニメーションって言っても、動きって思っても結局はポーズの連続だったりするんですよね。1秒間24枚絵作るわけじゃないですか。そしたら24つのポーズで1秒間、だからまあポーズは大事っていう、まあ前提ですかね。特にあのカートゥーンのアニメーションとか、自分はあの自分の仕事の経験上カートゥーンのアニメーションが多かったんで、やっぱそうなってくるとよりこうポーズっていうのは大事だったりして、なんでかっていうと、あの向こうのアニメーションは基本的にはこう子供にも見えるように作るじゃないですか、まあ、ディズニーにしてもピクサーにしても。だからやっぱそう分かりやすいポーズっていうのは大事だったりとかします。はい、でさっきも話した通り、いいポーズっていうのはかっこいいとかかわいいとかセクシーとかそういうので表現するとちょっとあの曖昧すぎますよね。結構困っちゃうじゃないですか。なんか監督からもう少しかっこいいポーズとか言われたらちょっと困りますよね。そもそもかっこいいってなんだろうみたいな。